はいどうも、成田祐介さんですよね。まあ最近、あの、いろんなメディアに出ることが多くなってきたわけですけども、そのずいぶん前からリサーチしていて、まあぶんと分かりやすい物言いをする人だなと思っていたんですよ。でも、物事って分かりやすく言えば言うほど過激になっていくんですよね。まあ子供たちの会話を見ていったら、もう本当明らかですよね。で、だん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 成長するに従って、その場にわきまえた言い回しを考えていくことによって、だん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 曖昧になっていくんですよね。 皆さんも思ってることと裏腹な行動や発言をせざるを得なかったことってのはあるんではなかろうかと思います。普通の人はそうせざるを得ないと思いますけども、個人で生きることができる人はあまりにも賢くって自分を支持する人がね、身の回りに多い人ってのは、このちょっとね、極論を言うことが正当化されてしまっては、うーん、まあそういうことも結構あるんですよね。で、今回ね、あの、高齢者が、 あの、自決して死んだらどうかみたいなことをね、言われたのがかなり大きなところで波紋を呼んでいたんですけど、この考え方の随分前からあってですね、うーん、まあ、あの、昭和20年代とか30年代の日本人の平均年齢って40代だったっていうことをあまり多くの方に知られてないんですよ。で、江戸時代っていうのはね、35歳ぐらいで、まあ、隠居って言ってね、そこからはもうほんと老人としての人生を送っていたという時代背景があります。 まあですんで、人生100年時代とか言ってね、実際100年も生きないんですけども、80歳前後で、まあ大体半分かそれ以上の方がお亡くなりになっていくっていう現状っていうのは、まあ今動かし方があるわけなんですが、残念ながらね、健康寿命とかなんとかっていう人いますけども、80歳過ぎて健康な人もこれもね、 うんまあ困ったもんだと言ったら言い過ぎなんですけども、個人的にはね、一人一人のご老人を指さして、いなくなってほしいとか思わないんですよ。でもそれがある一定の数を超えて、若者の数以上に逆ピラミッドの形になってくると、少子高齢化が問題だっていう言葉は皆さん、一度に認識してるわけでしょ。少子高齢化って問題なんですよね。 えー、すでに生産をやめた、要するに消費活動だけする人がだいぶ増えていって、これから生産をして社会を支えようとする人が少ないわけですから、このバランスの悪さはたるやないわけですよ。しかもこれってのは40年以上前から将来そうなるよって言われて、何の対策も打たなかった。そしてそれについて未だに無視しているのが、与党政権、えー、自民党なり公明党なわけですよ。で、どこにも組みしない一個人がですね、 いや、少子高齢化が問題だっていうことを言ってそこで終わるんじゃなくて、ある一定の年齢の方がね、いなくなったらバランス良くなるんじゃないですか、という発言をすると、それはそれで指摘するわけですよね。いや、でも、極論、現実そういうことなんですよ。あの、人口ピラミッドの理想的な形とは、かけ離れて真逆になってるわけですから、これを一瞬で解決しようと思ったら、そういう結論にはなるんですよね。ただ、そこまで言って、えー、理屈だけで通らないのが人の世ですよ。 いや、じゃあ誰をね、自決せすのかってことになると、これまたね、選べないわけですよ。で、できれば長生きしてね、おじいちゃん、長生きしてね、おばあちゃんっていう、まあ、感情を優先したくなるわけですよね。でもその感情を優先した結果、訪れてる世の中が今だとしたら、どうでしょうかっていうことなんですよね。うん、これってうのは多分ね、おそらく随分前から、上捨て山みたいなね、時代からあったんじゃないかなと。ある一定の年齢を過ぎた人は、自主的に、ま、山奥に入って、 社会からは隔絶した暮らしを送るっていうことが状態化していってね。そういう口減らしをすることによって、人口の法和を抑えていたんではないかなと。とても恐ろしいことですけども、うーん、まあなんとも言えないですよね。これに関しましてはね、2300年未来の旅、ローガンズ・ランっていう映画を見ていただくと、もうこれまさに40年前の映画なんですよ。B 級映画。私ね、幼い頃に初めて見た映画で、 あまあ将来こうなるのかなと思ったんですけども将来こうなってないっていうところがねなんとなく思い出されるわけなんですけども老眼釣らんねうんまあサムネイルでずっとずっと出てますけどもこちらの方よろしかったら手に取ってみてください30歳を過ぎたらあの生まれ変わりの儀式といってまあ何と言いますかね生命を終えるための儀式をするそこに人が集まってみんなでね喜んでいるとどっか別のところで新しい生命になって生まれ変わるんだわーいみたいなねそんな思想で うんこの国が保たれているってことなんですよね長生きは有罪ということなんですよねまあこの映画のオチっていうのは私たちがホッとするようなあものにはなっているんですけどもねまあ成田悠介さんこれからもねいろんな爆弾を落としてもらいたいなと思いますなぜなら日本人ってのはいや我々人類っていうのは目が覚めてないからですまあ眼鏡がね丸と四角っていうのもなかなかユニークですよねあの眼鏡私も欲しいですね